こちらの男性は27歳で、顎と鼻の下だけね、ヒゲがあったんですけど、12回目でこのくらい綺麗になって、ほとんどね、1ヶ月経ってもこんな状態が2回くらい、3回くらいかな、続いたので、今日から2ヶ月に1回のペースになりました。今生えてるところはね、鼻のこのちょうど下の際のとこだけなんで、そこに数本ね、このちょっと黒いヒゲが生えてきてるんですね。あとはみんな細くて、ちょっと反応しないような細い産毛ばっかりだったので、まあ2ヶ月空けても大丈夫だろうっていうことになりました。で、今日鼻の際のね、この黒いのはね、反応しますので、それだけね、焼いて、あとこういう細いのはね、まあ、数ヶ月空けないと打てないので、まあ、今まで1ヶ月おきだったのが今度2ヶ月おきに変わりましたね。はい、ということでだんだんね、あの数が減ってくると間隔が空くようになってくるので、あのマイクロスコープでね、こうやって見てみて、この鼻の際のとこだけね、太くて、あとはもう細いのでね、ちょっと様子を見てね、この産毛が育ったところで脱毛しようと思います。